皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。今日紹介するおもちゃはこちらです。バンダイより発売のガンプラ、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズより HG レギンレイズジュリアになります。はい、出ました。ギャラルホルンの、はい、月外縁機動統合艦隊の新型モビルスーツですね。通常のモビルスーツとまた異なった形ですね。縦長なシルエットになっています。レギンレイズを回収した機体だそうですけれども、これはあれですね、あの何週間か前のあの悲しいお話、なぜの兄貴と阿弥陀姉さんがやられた時に出てきた機体ですね。パイロットはジュリエットになってます。こんな感じで足がかなり長くて、ちょっと普通の足ではない形をしています。武器も特殊なもので、ジュリアンソードというものですね。両腕に、付けられていますね。これはこのように伸びたりする、そして縮まってブレード状にもなったりするような武器になります。今回はこの特殊なですね、足の形状からスタンドがですね、特別についています。浮遊状態で飾ることもできます。この独特の足にはブレードパーツが装備されているみたいですね。高機動型のですね、モビルスーツということで、見てわかる通りにですね、ブースターがたくさんついています。そしてこの足なんですけれども、この特殊なですね、ブレード状の足から組み替えでですね、設置用の足にもできるそうです。では早速開けていきましょう。はい、中身を取り出したらこんな感じです。いつもの説明書と、そしてシール。今回は、ちっちゃめですね、少なめですね。本体自体はですね、大きいんですけれども、シールはこれだけになっています。そしてポリパーツ、あとランナーですね。やはり本体が大きいだけにランナーの数も多いですね。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚と6枚ですね。そして最後にこれが面白いんですけれども、これはランナーについているのではなくて、それぞれのパーツがそれぞれにくっついて、まあ、ランナーのような形になっていますが、これがですね、付属されている、スタンド台座ですね、になっています。これ面白いですね。このまま切ることでスタンドになるというものみたいです。で、今回ちょっと中身を開けてびっくりしたんですけれども、これがですね、番号が振られてるんですが、これが A の2なんですね。わかるかな、 A の2なんですけれども、今回 A の1がありません。 A の2から始まるので、ちょっとびっくりしました。まあ、よく見てみるとですね、これはもともとはモビルスーツのですね、レギンレイズの金型で使っていたフレーム、ランナーになりますので、ほとんどですね、使わないパーツがあります。で、この中でですね、使うものだけを取り出していくので、今回はですね、この A の2から始まるものになっています。では説明書を見ていきましょう。はい、今回の絵はこういった感じですね。レギンレイズジュリアと、後ろにレギンレイズですね、レールガンを持っています。はい、レギンレイズジュリアですね。こういったシルエット、いろんなものがですね、長い武器も腕から出て長くて、肩もこのように足もスラッとしています。はい、月外縁機動
統合艦隊に同行するギャラルホルンの新型モビルスーツということですね。実現する機体として試験運用を進めていたが、レギンレイズジュリアの原型だったということですね。このレギンレイズのフレームをベースに高出力高機動戦闘を実現する機体として試験運用を進めていたのがレギンレイズジュリアの原型だったということですね。このジュリアというのはパイロットのジュリエッタ・ジュリスが内定した後に決めたそうですね。ラストレイオンの下で戦う意味を自らに問いかけ答えを見出すための決意の表れでもあったということで、このレギンレイズ・ジュリアに、テストパイロットとして志願したそうですね。初登場のシーンでは、アミナ姉さんと戦ってですね、機体性能はこのレギンレイズ・ジュリアの方が上回っているはずだったのに全然うまく戦えず勝てなかったというようなストーリーでしたね。ジュリエッタ・ジュリスですね、ラスタル・エリオンのために戦うですね、兵士の一人ですね。意欲に対してはちょっと失礼な態度を取ることが多いキャラクターになっています。はい、では裏面ですね。はい、ジュリアンソード、この両腕に装備された武器ですね。基本のソードモードの他に刀身を蛇腹状に分離して扱うウィップモードを持つということですね。ファイヤーには特殊な技法で錬成された希少金属が使用され、ワイヤー部分は電気信号による軌道のコントロールが可能な仕様ということで、自由自在に動かせるみたいですね。シルエット、短期による運用に重きを置いたジュリアに、グレーズラインの戦闘データが反映されているということです。お、まあ、確かにこの足の感じはグレーズラインっぽいですね。機体の大型化も含めグレーズアインの存在は研究開発チームに大きな影響を与えており、生態的なシルエットもグレーズアインの挙動から最善の設計として導き出された結果であるということで、レギンレイズのフレームをベースにしながらもこの、グレーズアインのような大型な機体を作っていたということですかね。大気圏内における地上戦を終戦場としたグレーズアインに対し、このジュリアは無重力空間における運用を 主眼とする点で機体の設計思想は大きく異なるということで、グレーズアインを元には作られているようですけれども、やはり宇宙空間での戦闘、この機動ですね、機動力を生かした戦闘が得意のようです。そしてフレーム、レギンレイズのフレームや装備を基礎としながらジュリアの設計思想は真逆にあるということで、パイロットを選ばない設計のレギンレイズに対し扱いやすさを犠牲にして性能面の向上を図ったジュリアは乗り手の技量に性能が大きく左右される特別な仕様ということで、量産型で誰にでも扱えるようなレギンレイズに比べてですね、このピーキーな感じの機体ですね、やはり腕の立つパイロットしか乗れないということで、今回はジュリエッタが志願してパイロットになっています。説明書はこんな感じですね。結構やはりですね、流用パーツ、流用のランナーが多いので使わないパーツっていうのが結構多めにあります。はい、説明書もですねちょっと長めであります。はい、では早速作っていきます。じゃーん、完成しました。レギンレイズジュリアになります。こんな感じですね、完成品はこうなります。で、付属のスタンドがこちらですね。そして武器のパーツ、伸びた状態ですね。そして足首のパーツが2種類左右あります。はい、レギンレイズジュリア、こんな感じですね。
このようになっています。つま先からですね、頭の先まで長く伸びたですね、いろんなものがあります。スタンドを使っているんですけれども、足の先はですね、ほぼほぼ地面につきそうなぐらいの長さがありますね。はい、正面から見るとこんな感じになります。今回はですね、墨入れとですね、あとは、フレームのみですね、フレームとバーニア、あとは武器類だけですね、シルバーで塗装してあります。あとは墨入れといつものように艶消しのトップコートで仕上げてあります。いいですね、スタイル、そしてシルエットも特徴的な、武器も長く、足もですね長くなっています。そして後ろの腰の部分やサイドの腰からですね足にかけてのこのブースター、スラスターのようなものもかなり長くなっていて、このバックパックも後ろ向き、そして肩のスラスターも斜め後ろ向きに長くなった感じのですねモビルスーツになっています。今回はですね、こと、レギンレイズジュリアということなんですけれども、フレーム自体はレギンレイズのフレームになっていまして、ここの部分ですね、ここつま先になるんですけれども、ここがこういったパーツになっています。そしてですね、ちょっと違うのがこの腕の部分ですね、手のひらというか拳というか、これちょっと分かりますでしょうか。造形はですね簡単に作られているんですが、いわゆる人のですね拳のような5本指ではなくて、カニのハサミのような感じになっています。こちら自体はですね固定なので開いたりはしないんですけれども、何かを掴むというよりかは挟むような腕になっています。まずは頭ですね。はい、頭はこういった感じですね。また独特な形状になっています。はい、ここがカメラなんでしょうか。この、外装アーマーの中にはですね、ギャラルホルンのですね、よくあるあのモノアイタイプのようなですねカメラの造形があります。ここが細いので遊んでる時は壊れるのが注意ですね。はい、胴体はこういった感じですね。胸は真ん中がですね前方に突き出しているような感じの造形です。後ろがこんな感じですね。なので前後でこのように長く伸びたスタイルになっています。胴体はいつものようにフレームからですねこのように屈伸ができるようになっています。ここの腰アーマーは前横後ろのものがですね一つのパーツで作られていますので、ちょっとここは付け加えられていますけれども、ボールジョイントで合わせて全部が動くようになっています。では続きまして足ですね。足はこのようにここで軸でつながっているので、前後にですねこれぐらい動かせます。このアーマーがですね一つのパーツで前後つながっているので、まあそんなに大きくはですね動かないですけれども十分に動きます。膝ですね、膝はですねこのままではちょっと曲がらないんですね。っていうのもこの足のですね横についている大きなスラスターのようなものがですね、この太ももとふくらはぎのところでつながっていますので、下の方を外して
上はですねボールジョイントなので自由に動きます。こうしてあげることで膝がこのように深く曲げることができます。そしてですねこのいわゆる普通のモビルスーツであればここから下がですねこの部分が足首になりますが、これは、前の方が若干前後にスイング、後ろもですねこのようにスイングしてバーニアの角度を変えてあげることができます。はい、そして足の先にはこのようなブレード状の武器がついています。それでは腕周りですね、腕はこのような感じであって、ここがですね、一応このように別アーマーになっていて軸で縦スイングするようになっています。そしてこのスラスターは小さなボールジョイントになっているので、まあ、自由にですね動かすこともできます。このところでいつものように縦ロールがあって肘がこのように曲がります。ここからですね手のひらここですねになっていてロールします。でこの武器なんですけれども、武器はここの緑のパーツにですね、手のひらの緑のパーツにくっついているので、ここに合わせて動くようになっています。はい、では背面の造形はこんな風になっています。後ろから見たらもうバーニアだらけですけれども、背中に一つですねリアクターのところに一つと、この腰の後ろの部分2つ、これは前の方にもですね対になるものがついています。そして腰のお尻の部分、真ん中の部分はこちら前後にスイングするものがついていて、その後ろにですね大きめのバーニアが、これはボールジョイントで接続されていますので若干ですね向きを変えてあげることができます。では続きまして、ギミックを見ていきましょう。まずはこの武器の感想ですね。ジュリアンソードという武器になっています。はい、このレギンレイズジュリアのメイン武器になります。このようにですね両腕についてこのようなブレード状の武器ですね、このように造形がされています。これはですねこの縮めた状態ではですねもちろん剣のように扱ってですね、これをこのところからですね伸ばすことで、このような伸ばした状態に乾燥することもできます。この部分が蛇腹状に伸びてウィップモードになるそうです。まあ、ムチのような感じでですね、このプラスチック自体もですねわりかし柔らかめに作られているので、このようにですねゆっくり曲げてあげれば好きな感じでですね飾ることができます。こんな感じですね、両方をウィップモードで取り付けてみるとこういった感じになります。まるでですねガンダムウィングに出てきたガンダムエピオンのヒートロッドみたいに自由自在にですね伸縮して戦える武器のようですね。では続きまして、もう一つのギミックをご紹介します。とこのレギンレイズジュリアの中での、まあ、大きなギミックといいますか、このですね独特なシルエット、この足先がですね足首の先がない形態がこのジュリアのですね特徴だと思います。宇宙船ですね、
無重力下でのですね、戦闘を想定された機体ということで、まあ設置の面のですね、足がいらないと判断したのか、まあ全てがですね、バーニアブースターのようなですね、作りになっているのがこのジュリアの特徴ですね。機動戦士ガンダムの、まあ、いわゆるファーストガンダムに出てきたジオングとか、そういった感じの、まあ、狙いがあるんだと思うんですけれど、これ自体はですね、このジュリア自体全く足がないわけではなくてですね、ここの部分が乾燥して、変換してですね、足首が出てくるという状態が設定ではあるようです。それをですね、今回は組み替え式で再現できるようになっています。はい、ではですね、やっていきますが、まずはですね、ここの白いパーツを外します。ここですね、いわゆるここは普通のモビルスーツで言えば足首になる部分ですね。そしてこのふくらはぎとスラスターの接続部分を、これを一旦外します。そして逃がします。はい、そうするとですね、ここにようになりますが、ここから下ですね、これが外れるようになります。ここがですね、ピンでつながっているので、よいしょ、このように外してあげます。後ろ向きのピンがついています。そしてですね、これを、先ほどの白いパーツ、このパーツをもう一度はめてあげて、これをですね、この後ろのこの穴をですね、先ほどのスラスターのところにつけてあげます。はい、でこれは一旦後ろに逃がしておいて、このここのピンに足首パーツですね、このジョイント、そしてこの足首パーツ、これかこれですね、これは完全に開いた状態、地面に設置する状態で、これは、その展開の直前ですね、いわゆる本当に鳥が獲物を掴む時のような状態の足、これをこのジョイントにつけます。このようにくっつけたら、ここの受けに先ほどのこのピンを差し込むことで、このように足を展開した状態が再現できます。はい、両足を変形させるとこういう風になります。はい、だいぶ全体像が取りやすくなりましたね。こんな感じですね。これで普通のですね、モビルスーツと同じぐらいの等身になったかと思います。足首にあったのパーツはスラスターと一緒に後方に流れて、こういった感じでなっています。このように足を付け替えることで、今まではですね、動かなかった膝がこのようにですね、深く曲げられるようになります。はい、そしてこの足首自体はこのようにですね、横軸があるので、曲げられます。そしてさらにこの足をこちらにこのピンでですね、差し替えると、このように普通のですね、モビルスーツのような足首に変えることができます。この状態ではこの足首がこの前後にもですね、スイングすることができるようになります。そして足首を設置状態のものに変えることで、もちろんですね、このように立たせることができます。
後ろはこういう感じになっていて、ここのですねブレードの部分で支えているので転倒したりすることはなく安定して立たせることができます。はい、このここら辺いいですね。いかにもブースターって感じですごくかっこいいです。ちなみに、横のですね足の横についているスラスターや、後ろの方に増したですね足首のブースターなどを外した状態でもこのように立たせることができます。これはこれでかっこいいんじゃないでしょうか。ちょっとこうしたらなんか武者系のロボットみたいでかっこいいですね。僕はこれはこれで好きかもしれないです。はい、それではですね通常のモードに戻してスタンドに乗せてみました。この状態でですね大きさをちょっと見ていきたいと思います。まずこの状態、足のこのブレードの先端から頭のところまでがだいたい20センチぐらいですね。では他のモビルスーツと比べてみると、はい、こちら先週出ましたですねガンダムバルバトスルプスレックスになります。これがこれぐらいですね。そして先週のアニメ鉄血のオルフェンズで正体を表したガンダムビダルのパイロットガエリオですね。大きさを比べてみるとこれぐらいになります。まあ、実際このブレードの先端からになりますのでこういう状態ではなく、まあ、これぐらいなんでしょうけど、それでもですねやっぱり大きいですね。まあ、大きいというよりかはちょっと長いというような印象でしょうか。はい、大きさの比較はこういった感じになっています。はい、それではですね可動や造形大きさなどはこんな感じになっています。ではですねいつものようにいろいろポージングつけたりいろんな、キャラクターとですね、合わせて遊んでいきたいと思います。はい、それではですね、いろいろポージングつけたりしてですね遊んでみましたけれども、いかがでしたでしょうか。ジュリエッタの乗るですね、ギャラルホルンの新型機ということなんですけれども、見てのですね通りの、独特なシルエットからですねパイロットを選ぶほどのですねピーキーな機体になっていて、ジュリエッタがですね、乗り込むというふうになっていますが、以前放送された鉄血のオルフェンズのアニメの中でですねアミダが乗る100連と戦っていたんですけれども、このレギンレイズジュリアのですね
機動性能をですね十分に、引き出してはいたんですけれども、アミダの乗る100連にはですね、勝てずに、ジュリエッタは悔しがっていたんですけれども、あの戦闘から見るにですね、やはり他のギャラルホルンの機体ですね、レギンレイズなどですね、他の機体と比べてみてもですね、機動性能や機体の、性能っていうのはですね、一目瞭然でですね、かなり調整された機体になっているかと思います。前回の鉄血のオルフェンズの放送では、ガンダムビダールにですね、荒屋敷のシステムが搭載されていて、そのですね、搭載されている理由ですねっていうのもですね、ジュリエッタは、知ったんですけれども、今後このレギンレイズジュリアにその荒屋敷を搭載するのか、やはりですね、性能を引き出せない自分に、苛立ちもありつつですね、やはり強くなりたいという意識もですね、人一倍強いので、今後のですね展開、このジュリアにですね、レギンレイズジュリアに荒屋敷を搭載するのか、それともですね自分一人の力で強くなってみせるのかっていうのも、今後のアニメの見どころになるかなと思います。はい、でですね、この HG のプラモのキットとしてなんですけれども、やはりですね、他の機体と違いまして、ボリュームがあるのでランナーの枚数も多かったりですとか、パーツ数も多いので、作っててですね、まあ、作り替えは他の機体と比べてですね十分にあるかと思います。かといってですね、何か複雑なところがあったりとか難しい部分があるわけではないので、今までの鉄血シリーズの HG と同じようにですね楽しく作ることができます。完成した状態としてはですね、まあ独特な形状でですね、いろんなところが伸びたり、まあ、重なったりですねしてる部分があったりするので、気を使うところがあるかもしれません。ちょっとですね、腰周りのアーマーですとか、足のところのですね、このスラスターの部分とかっていうのはですね、ちょっと気をつけて遊ばないといけないかもしれません。まあ、反面ですね、いろいろこのジュリアンソードですとか、足のですね、ギミックなどもですね、いろいろとですね、遊んでいて楽しいところが満載のキットになっているかと思います。このようにですね、スタンドもついているので、わざわざ自分でですね、別にスタンドを買う必要もないので、これをですね、一つ買って作って飾るだけでも十分に楽しいキットになっているかと思います。はい、それではですね、今日ご紹介しましたのは、バンダイより発売の、ガンプラ、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズより HG レギンレイズジュリアになりました。ギャラルホルンの中でのですね、革命が進んでいく中でですね、アニメのストーリーもですね、そしてこの HG のガンプラシリーズもですね、また来月以降ですね、ガンダムバイルなども出てくるので、またそちらの方もすごく楽しみですね。はい、それではですね、今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見やご感想などありましたら、ぜひですねコメント欄にご記入してください。はい、それでは以上となります。クロウでした。さようなら。バイバーイ。